皆さんこんにちは、電子打楽器奏者のマサキングです。今日はドラムを初めて叩く人に8ビートの曲を叩けるようになっていただくということをやっていきたいと思います。紹介します。ドラムを初めて叩くというりょうこちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に初めてですか？はい、そうですね。もう今日初めて挑戦します。あ、そう、フレッシュですね。頑張ります。ドラムはですね、はい、やっぱり奥が深いわけ、はい、そんな感じなんですね。そうですね。ところがね、入り口もすごく広い、はい、まあ、その辺をですね、はい、今日はね味わっていただきたいと思います、はい、いかに短時間でドラムの楽しさを味わえるか、はい、行ってみましょう。はい、よろしくお願いします、はい、では今からねドラムを叩いていこうと思うんですけど、はい、さっきね、私が叩いたあの大きな古時計、はい、あれできそうですか？いや、あれは無理ですね。ですよね、はい、そうです。あれはね、まあ、やっぱり何年かやってからの、はい、ね、バージョン、まあ、中上級者バージョンと言いましょうかね、はい、なんですけど、今からですね、まあ、初心者バージョンを、はい、叩いてみます。はい、こちらですね、携帯やスマホケーブルですね、こうつなぎます。そうするとこちらの中に入っている曲、自分の好きな曲と合わせてドラムの演奏を楽しむことができます。ではりょうこちゃん、再生の方お願いしていいですか？先ほどの曲をですね、大きく3つのポイントに絞ってみました。はい、3つですね、はい、1つ目、はい、ビート、ビート、2つ目フィルイン、フィルイン、3つ目決め、決め、はい。ではじゃあ早速ですけど、はい、じゃあビートからいきましょうか。はい、じゃあ右足を、ね、はい、そちらのペダルに足を乗せてください、はい、もう乗せていいですか？そうですね、全部、はい、はい、踏んでみましょう。お、いい音になりますね。はい、 OK です。はい、じゃあ次にこちらの白いパッド、はい、これはね、スネアドラム、スネアドラム、はい、はい、じゃあこれ左手で叩いてみましょうか。左手ですね、はい、うんうん、はい、じゃあもっと強くいってみましょう。あ、もっと強くいきますか、うん、もっと バッチッと、バッチッ、よし、はい、いいですね。でスティックの持ち方ですね、はい、こちらはですね、はい、ちょっと真似してください。はい、こんな感じで下からまあ3分の1ぐらいかな、ぐらいですかね、親指、人差し指、中指で押さえて薬指、小指は添える感じ、ここの間をちょっとこう、はい、締める感じ、そう、締める感じですね、はい、はい、じゃあそれでもう一回左手でスネアを叩きましょう。はい、うんうん、もう一回でね、コツはね、はい、叩いた後に下で止めてください。はい、はい、跳ね上がって止めるんですね。そういうことです。はい、そう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 、はい、あ、いいですね、うん、もうちょい下かな、はい、もうちょい下で、うん、はい、うんうん、ん、うん、はいはいはい、はい、まあ、これはね結構練習が必要なんですけど、では先ほどの右足、はい、ちなみにこの楽器の名前はバスドラムと言います。バスドラム、バスドラとかって略します。はい、バスドラと今のスネア、はい、これをですね交互に叩いてみましょう。交互ですね、はい、どちらから？バスドラからいきましょう。はい、はい、分かりました。あ、いいですね、はい、ですね。今恐る恐るやってるので、はい、自信を持って、はい、じゃあこの私のスティックのこのカウントに合わせてやってください。はい、入れます。3、はい、はい、実はもうこの時点で、はい、ビートができました。はい、ちょっと合わせてみる。はい、じゃあ合図したら、はい、今のドンパンドンパンを始めてください。はい、いきますね、はい、まだですよ、
OK。OK ですか？いいじゃないですか。はい。どうですか？楽しいですか？楽しいですね。楽しい。曲に合わさってくると楽しい。楽しいです。よし。いいですね。これがね、はい、もう本当にね、ビートの中心なんですね。はい。で、ここからじゃあさらにステップアップしましょうか。はい。はい。まだ使ってない。はい、手、右手がありますね。右手ですね。はい。はい。この右手は何をしていただくかというと、はい、こちらの楽器です。この楽器の名前は、はい、ハイハットシンバルと言います。ハイハットシンバルですね。はい。ちなみにこのハイハットシンバルは下にあるペダルと、はい、リンクしてまして、はい、ちょっと一回踏んで叩いてみてください。踏みながら、踏みながら、踏んでていい、踏みっぱなしで叩いてください。はい。ん？うん。そうそうそう。はい。チッっていう、まあ、短めの音ですよね、はい、じゃあちょっとその足を離して叩いてみましょう、はい、あ音がシャーッと伸びますね、はいはい、今回はちょっと短めの音が欲しいので、はい、ということは踏みっぱなしでずっと踏みっぱなしでいきましょうか、はいはい、ちょっと叩いてみましょう、はい、うん、で、叩く音符はですね、はい、先ほどドンパンドンパンって叩きましたよね、はい、あれがね四分音符なんですよ、はい、四分音符わかりますか？四分音符懐かしい響きですか？そうですね、昔聞いたかなっていう、うん、これが四分音符、これが四分音符です、はい、それに対して八分音符ってわかります？倍になるってことですか？そうですね、そうそう、ということはこれに対してチッ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 チってことですね。あ、これが、はい、1個鳴ってる間に2つ音が鳴ってる、はい、それを、このハイハットで叩いてほしいんですね。8分音符をハイハットで叩いてほしいです。はい、いきましょう。3、はい、あ、いいね、はい、いいね、いいですか？いいですよ、はい、じゃあ先ほどのバスドラとスネア、はい、ドンパンドンパンとこのハイハット、はい、チッチッチッチを同時にやってみましょう、はい、同時にですか？そうです。ドンパンドンパンにこれを乗せていくんですよね。いいですか？オッケー。なんでできるんですか？できてますか？できてますよ。あ、初心者ですか本当に？今日もう全く初めて触りますよ。そうですか。はい、できちゃいましたね。できましたか？これね、はい、なかなかねできないんですよ普通は。本当ですか？うん、じゃあ一応できない人のために、はい、まあ、大半の人がそうなんですけど、はい、私が、ちょっとねその8ビートを、叩けるようになる練習方法を、はい、ここで一旦教えたいと思います。はい、先ほどのバスドラムとスネアドラムの演奏、これに対して8分音符でハイハットを叩きます。これがいわゆる8ビートなのですが、なかなかこのハイハットを重ねるのが難しいと思います。そこでその最短の練習方法を教えます。ハイハットを叩きながら 1,2,3,4 とカウントします。1,2,3,4 1,2,3,4、次に1の時にバスドラムを踏みます。 1,2,3,4 1,2,3,4、 そして3の時にスネアドラムを叩きます。 1,2,3,4 1,2,3,4、 次で完成です。1の時にバスドラム、3の時にスネアドラムを叩きます。 1,2,3,4 1,2,3,4、できない場合はゆっくりのテンポから始めるといいと思います。ではじゃあね、次の2つ目のポイントに入っていきたいと思います、はい、2つ目はフィルイン、はい、曲を展開させるものですね、はい、曲を盛り上げたり落ち着かせたりします、はい、今からトライするのはオーソドックスなフィルインです、はい、スネアドラムから始まります、はい、そしてその上のハイタム、はい、右のロータム、はい、下のフロアタム、はい、それぞれ2回ずつ右左でタンタント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 ンと叩きます。はい、3、はい、 OK、 はい、そしたらですね、
フィルインっていうのは曲を展開させます、はい、ということはフィルインの後の拍っていうのは曲が展開した後の一拍目ですよね、はい、そこのアクセント、そこにアクセントが欲しい、はい、さてどの楽器を叩きますか。こっち正解、はい、クラッシュシンバルと言います、はい、これが入るとさらに良くなります、はい、ではフィルインとつなげましょう。フィルインの後にこのクラッシュシンバルを叩いてほしいんですが、はい、その時ねバスドラム一緒に踏むとなおいいですね。はい、やってみましょう。はい、3、はい、うん、バッチリです。はい、はい、ビートとフィルイン、はい、この2つをつなげて演奏していただきたいんですが、はい、ではじゃあ、まあクラッシュシンバルから始めましょうかね。はい、いきましょう。3、はい、フィルイン、3、はい、おお素晴らしい。いいですか。はい、いよいよ3つ目の決めに挑戦です。はい、りょうこちゃん心境はいかがですか。決め楽しみですね。楽しみしてましたか。はい、はい、スネアドラムとフロアタム、はい、はい、これはですね同時に叩きます、はい、結構強めにいきましょうか、はい、せーの OK。 そしたら8分符でバンバン3、はい、うん、そしたらその後四部九符がうんって入った後に、こちらクラッシュシンバルとバスドラムをこれまた強くじゃん、せーの、うん、いいですね。つなげましょう。3、はい、うん、そしたらそれを2回繰り返してください。3、はい、あ、 OK です。はい、そしたら、後半はですね、シンバルとバスドラでジャン、ウン、ジャン、ウン、ジャン。はい、じゃあ曲に合わせてやってみましょうか。はい、いきましょう。3、はい、練習タイムする？練習タイム欲しいですね。よし、じゃあ練習タイム。はい。どうぞ。最後に1曲通してバッチリ決めてください。どうぞ。バッチリできました。お疲れ様です。